キチャンネル。オリックスバファローズ25年ぶりパリーグ制覇おめでとうございます。いやー、最後はね、まあ待つ形っていう形になりましたけども、まあ全試合ね終了して、あとロッテがねマジック3というところでね、まあ今日楽天戦で2対1でロッテが敗れるっていうところでね、オリックスバファローズのリーグ優勝がね決まったっていうところでございます。はい、というところでね、まあまあマリーンとしてはね、まあ残念でしたけども、まあね、オリックスの今年の戦いぶりね、昨日ヤクルト、今日オリックスとね、まあ野球界にとったらね、この時期をね、ずらして優勝はね、非常に盛り上がるので、素晴らしかったなと、思いますし、あとなんて言ってもね、セバともに前年最下位からのリーグ優勝、これは本当に素晴らしいもんだと思います。昨年はね、田崎がオリックスを語るときに、いるっちゃいるけど、いないっちゃいないっていうね、ちょっと山本、吉田っていうところにな、依存っていうところが非常に高く、この両輪がね、活躍しない限り、なかなかね、勝っていくのは厳しいっていう試合ね、チーム状況に見えましたけども、今年は、なんと言っても、ピッチャーでは、山本は、まあ、もちろん、もうこれもう MVP はね、山本で決定でしょ。プラスアルファ、この2年目の宮城がね、両輪として大活躍できたっていうのは、やっぱオリックスのね、1年間とっては非常に大きかったんじゃないでしょうかね。この山本と宮城っていうところがね、カードを分けていることによって、まあ大型連敗しなくて済むっていうところでは非常に大きかった。まああと痛かったのはやっぱ山岡がね、ちょっと早期に戦線離脱して、まあ来季に向けてね、手術っていうところでいなくなったところもね、非常に、山崎幸也ね、で山崎総一郎ね、終盤で田島もね、ちょっと前半バタついたけども、本当に中盤以降ね、しっかりフォームもね、安定感出して、この軸のブレっていうところも非常に少なくなってね、この投手陣厚み、増したんじゃないでしょうかね。でね、このダブル山崎ね、幸也と総一郎、この終盤の活躍ね、特に総一郎大きかったんじゃないでしょうかね。山崎幸也もね、1年間まあ受賞しませんでしたけども、そういったところは非常に良かった。そういったところでね、ちょっと1年間、振り返って、いきましょう。オリックスね、開幕カード対西武っていうところでね、初戦なんとエース山本で負けてるっていうね、今考えたら想像しがたいって、負けてる。でしかもカードね、1勝2敗で負け越しスタートね。ヤクルトねは3連敗からねスタートっていうことになりましたけども、しかも3月2勝3敗で負け越しで、4月は9勝10敗6分けでなんと負け越しで、5月も10勝12敗1分けで3ヶ月連続の負け越しで、この時点で借金4、こっから6月16勝4敗、3分けで貯金12です。一気にここ大きかったですね。で7月5勝5敗5分で、8月7勝4敗2分けで貯金3で、9月11勝11敗3分けで5分で、10月10勝6敗2分けで4つの貯金ね。なんて言っても交流戦12勝5敗1分けで優勝、これは非常にね大きかったですね。やはり、でしかも今年トータルで言うとセリーグの方がね勝ち越したんで、パリーグがね軒並み下がるっていうところでね、この交流戦優勝で一気にね勝ち越しで貯金作るっていうところも非常に良かったですね。ヤクルトはねオープン戦最下位でしたけども、オリックスはねオープン戦、5位7勝7敗に分けとね、普通の五分の戦いでしたけども、やっぱりなんといってもこの6月の16勝4敗っていうところがね、一気にチームを押し上げたかな。その中で里崎が考える今年のオリックスの、いるっちゃいるけど本当にいるチームになったきっかけとしては、やっぱり一番良かったのは、昨年は吉田孤立っていうところだったんですけど、1番福田、2番宗、この1、2番を固定してからやっぱ強くなったんじゃないのかっていうところでね、ちょっと紐解いていくとですね、この福田宗の1、2番コンビが形成されてちょっと続いたのが5月14日対楽天戦からで、この試合ね9対4で勝ってます。でこっから福田宗の 1,2 番コンビな形成されて、その前はね中川2番入ったりとか、足立が2番入ったりとかね、1番宗2番足立とかね、1番宗2番中川とかねっていうところもあったりしながら、なかなか 1,2 番ね固定することなく、だから5月13日まではなんと15勝18敗7分けと借金3で負け越してるんですよね。逆に福田宗この 1,2 番が確立されてからはやっぱ貯金を作るっていうところでは、非常にこの 1,2 番福田宗っていうのは、この今年オリックスバファローズが優勝した中でやっぱ一番のキーポイントの流れだったんじゃないでしょうかね。でそこからね、先ほどもご紹介したように怒涛の6月ね16勝4敗3分けとね、一気に流れに乗って、吉田の前にランナーを貯めていく、そして足も絡めて流動性を出すっていうところでは打線に動きが出てきた。そしてなんて言ってもこの吉田を輝かせた4番杉本、
徳島県出身の4番杉本の活躍、6年目かな、非常に30本以上のホームランを打って、このね、吉田を簡単に歩かせるわけにいかない、吉田も勝負しなきゃいけない、吉田を歩かせてしまった時に杉本がそれを返すっていうところでね、で特にね、ロッテ戦は約本人のね半分近いホームランをね打ったっていうところでも非常に活躍度高かったですし、この杉本のね活躍っていうところも非常に大きかったんじゃないでしょうか。あとはね、やっぱりなんて言ってもこの戦いながら、こう育てながら勝つっていうのは非常に難しい。ね、育てるだけでね、我慢して使って結果に結びつかずチームのね、負けになるっていうことも大きいですし、そこまで待てないとね、もうガチガチのベテラン使ってそこがね、跳ねないっていうところでね、負けが繋がるっていうところもね、結構多々ある中で、まあ、今年の一番成長株でいけばですね、やっぱ紅林ですね。本当にシーズン序盤は、まあ、こんなこと言ったらね、申し訳ないですけども、いつまで使うんだろうっていうね。いや、エラーは多いし、そんな言うほど打つわけじゃないし、確かに一発もあるし、この魅力的な選手ではあるけども、っていうね、ところはあったんですけども、なんとね、紅林、102試合出場、ね、ホームラン10本、2桁、ね。で、まあ、打率は2割2分8厘とね、若干低めですけども、この終盤の戦いでね、この紅林の活躍、最後ね、最終戦、楽天戦でもね、マー君のフォークボール、もう見逃せばボールのところをね、必死で当てに行って、三遊間抜けたりとか、三遊間のね、浅村の打球だったかな、この三遊間深いとこから取ってね、アウトにするっていう、まあ、もちろんまだね、雑な面はありますけども、こういったビッグプレーね、で一発のホームランっていうところでね、この終盤戦、このチームに勢いづかせるっていうところ、でしかも吉田が怪我した時に3番に座る、その中でね、まあ同じ活躍はできないまでも、しっかりとした働きをすることによってね、いい形でね、チームを、牽引できたっていうのは、この紅林のね、この中島監督含めてね、コーチ陣、こう、育成しながら我慢して我慢して、で、選手が頑張るっていうね、非常にいい形だったんじゃないでしょうかね。で、まあ、宗もね、2割7分1厘、まあ、ホームラン9本打ってね、福田も2割7分5厘と、打点、21盗塁9個とね、非常に1、2番の形成しましたし、終盤ね、吉田が骨折した時には、これ、肉離れで復帰してロッテ戦活躍して、いや、これでちょっと走りそうやなっていうところで骨折してね、おい、大丈夫かっていうね、そこをね、チーム全員で埋めたっていうのも、非常にね、オリックス素晴らしかったですし、このね、新人の来たね、まあ、打率はね、2割1分1厘で低かったですけども、そういったね、この、中島監督の育てながら勝つっていうところではね、いいスパイスになったし、何気に終盤、ほんと数試合だけでも出てきたラベロ。ね、4割2分9厘、ヒット3本打って、だから7打数3だから、非常にね、いい感じのスパイスになったんじゃないのかなと。やっぱ今年頑張ったのもね、T 岡田、ね、最後だね、胴上げされてましたけど、見ました。公式の YouTube 優勝するところね、ちゃんと確認しました。ね、T 岡田も胴上げされててね、まあそういったところがね、チームに慕われてるっていうところもありますし、昨年まではね、まあちょっとね、まあ監督も変わってね、起用が変わるっていうのはありますけど、昨年まではね、あんまりいいような使い方されずにですね、打率は2割4分1厘ね、今年ホームラン17本、打点63と、非常に素晴らしい活躍。杉本もね、打率3割1厘ね、3割打ったのは本当素晴らしいね、強度の誇りです、徳島のね。で、ホームラン32本、打点83っていうところもね、で、144安打、非常に、素晴らしい、活躍、だったかなと、思います。そしてね、キャッチャー伏見ね、若月っていうところで、まあ二人ともね、そんな打率はね、高くないですけども、なんか効果的で一発っていうかね、こう印象に残る、こう欲しいところで、いいところで打つっていうね、非常にインパクトが残るね、バッティングしたんじゃないのかなと。で、まあ、山崎幸也とかね、この、宮城みたいにね、緩急を織り交ぜて、スローカーブとかね、緩急を織り交ぜて、丁寧に行く、ピッチングっていう時にはね、伏見が被って、山本とかね、ちょっと豪快に行くっていうところでね、若月が、被ってですね、このキャッチャー、いい形のね、併用っていうのができたところもね、大きかったんじゃないでしょうかね。で、二人ともね、よく自分のね、色を出せて、結果にね、繋げれたんじゃないのかと、思います。だから伏見もね、下手したらなんかタイトルにね、絡めればね、いいのかなっていうね、ゴールデングラブとかね、絡めないのかなっていう、絡めたらいいのになっていうね、ところが、個人的には思います。絡んでもいいんじゃないのかなっていうね、まあもちろん回っていうところはありますけども、非常にね、伏見も守備的には、頑張ったんじゃないのかなと思うんでね、そこら辺ね、まあ絡めたらいいんじゃないのかなと、いうところはね、ありますね。あと、まあね、先ほど紹介しましたけど、投手陣ね、山崎幸也、22試合登板8勝10敗ね、ちょっと惜しかったですけど、内容的にはね、非常にいいピッチングをしましたし、宮城はね、23試合13勝4敗 2.51 ね、まあこちら新人王確定でしょう。で、平野もね、46試合登板29セーブとね、
防御率 2.30。ちょっとね、怪しいなっていうところありますけど、数字的にはね、非常に頑張りましたし、山本由伸もね、26試合登板、18勝5敗、15連勝。だから、負け越しから15連勝ですからね、素晴らしい。1.39、防御率もね、もうめちゃくちゃ素晴らしいですし。で、富山ね、51試合、2.72、非常に左のね、この富山、山田23試合で 2.27、この二人のね、左っていうのは非常にね、リーフの中でも頑張ったと思いますし、まあ終盤ね、入って、頑張れた吉田ね、亮、18試合、まあ登板少ないですけども、2.12 とね、終盤、非常に本当にね、頑張った、ここ一番のね、苦しいところでは、頑張れたんじゃないでしょうかね。で、ウルシャラがね、34試合投げて、3.03 と。まあ途中ね、抑えもしましたけど、ちょっとね、平野がバタついた時に、後ろね、厳しかった時にね、まあよく頑張ったかなと。で、ヒギンスもね、ストライク入ればね、いいピッチングするんですけど、若干心配な目線ありますけど、2.53、防御率49試合登板。まあ結果から見たらね、本当に素晴らしいピッチングだったですね。あと、何気に比嘉、頑張りましたね。32試合登板、1.77 とね、この左の、右のね、サイドスローっていうところでは、いいスパイスになれたし、まあ田島もね、前半戦ね、もうちょっといい感じで回れてたら2桁勝てたかなっていうところでね、24試合登板、8勝8敗、3.57 とね。まあでも終盤ね、本当に自分の役割をね、果たせるピッチング、フォームのバランス、良くなったんじゃないのかと。で、まあ、全体的にね、成績、見ててもですね、まあ防御率がね、チーム防御率 3.31 のね、ソフトバンクに次いで2位。で、まあ先発防御率はね、3.33 と、パリーグ1位。で、救援防御率がね、3.26 と若干下がるところがね、ちょっとバタついたっていうところはありましたけども、まあ非常に頑張れたんじゃないでしょうかね。あとやっぱりね、QS 率ね、クオリティスタート率が 51.75% と、まあパリーグ1位。まあこういったところでね、やっぱ先発投手陣のね、頑張りっていうのは、素晴らしかったですし、打撃陣にしてもですね、得点圏打率がですね、2割6分3厘と、ソフトバンクについてね、2位っていうところでですね、非常にチャンス、でをものにしてきたかなと。ホームランも、確か一番多いんですよね。オリックスがね。そういったところでは非常にね、一発でね、チームを勝たせるものにするっていうところもあるし、しっかり得点圏にね、ランナーを送って、得点圏打率も非常に高くね、チームの得点を、隙間なくね、結びつけていくっていうところでは非常に良かったんじゃないでしょうかね。まあ、チーム打率2割4分7厘。まあ、こちらはね、パリーグ、ソフトバンクに並んで1位。で、防御率が 3.31。こちらは、ソフトバンクに次いで2位っていうね、形になってますね。ホームラン133本ね、今、現時点ではね、パリーグ1位っていうね、非常に素晴らしい活躍、頑張りだったと思います。素晴らしい優勝です。その中で、里崎が1年間総チェックしてきた中で、オリックスが優勝に輝けたキーポイント試合をね、紹介します。多分ね、もう皆さんあの試合やなってね、オリックスファンの皆さんはお気づきでしょうけど、逆にロッテが優勝できなかった試合もこの試合です。なんて言っても、9月28、29、30のロッテ対オリックス3連戦。この3連戦、ロッテは1勝でもしたらマジックが点灯するっていうね、マジック点灯試合でしたけども、その中でね、T 岡田の活躍。まあね、28日のね、初戦。ね、T 岡田のスリーランでね、逆転して、紅林のホームランなどでね、しっかり5対2で勝ち越すっていうところになりましたけれども、やっぱね、一番のオリックスがね、優勝して、ロッテが優勝できなかったキーポイントはね、こちらです。9月30日、ね、2連勝して3試合目です、カードのね。最終回まで3対1、ね。田島もね、頑張ってたんですけども、ロッテ先発岩下にね、完璧に抑えられて、3対1。まあ、8回にね、1点取って、追いついたぞっていうところでね、8回裏に、エチバリア、で、藤岡のね、タイムリー。まあ、これね、ちょっと後藤がファンブリしたっていうね、ミスもありましたけども、これでね、3対1、マジック。点灯かっていうところで、9回表、ね、2アウト、1、3塁。まあ、これもね、紅林が、その前に詰まりながらセンター前打ったっていうのがね、非常にあのヒットが大きかったんですけど、シンカーを、ライトスタンドに逆転スリーランホームラン。これです。オリックスが優勝した143試合の中でのキーポイント試合はこれです。この1本がね、オリックスを優勝に導いたと思いますし、ロッテとしてはここを勝ちきれなかったのはね、やっぱ2位に甘んじてしまったんじゃないのかと。で、もう一つロッテが優勝できるポイントがあったんですけれども、10月12日、オリックス対ロッテ、京セラドーム、2対0、8回の裏、ピッチャー小島がロッテ完璧に抑えてます。その中で2アウト1塁から宗、
涙の同点ホームランで引き分け。この引き分けが結局ね、痛かったと思う。これ勝ってたら。この2つ勝ってたら、ロッテね、まあ、たられば言っても仕方ないけど、勝ってた試合でね、逆にそこをね、T 岡田、宗、この2人のね、一発っていうホームランで、一気にね、逆転して、オリックスがね、まあ、マジックはね、点灯しませんでしたけども、優勝っていうね、形になったんじゃないでしょうかね。だから9月29の試合、この6連戦、ロッテソフトバンクにね、6連勝。まあ、これでね、一気に勢い乗ったかなと、正直思います。その中でも、9月30日の T 岡田のね、9回逆転スリーラン。そして、10月12日、宗のね、完璧に抑えてた小島からね、同点のライトへのね、ツーランホームラン。この2本がですね、やっぱりここ、このオリックスのね、逆転優勝っていうところにね、導いたキーポイント試合だったんじゃないのかと、殺意が感じています。逆に、そこがキーポイントになって、ロッテはね、2位になってしまったんじゃないのか。まあそっからね、まあでもここからクライマックスっていうところはありますけども、まあオリックスはね、今日本当に素晴らしい。今年1年ね、ナイスゲームでしたし、中島監督ね、この前のね、楽天戦の、ツーランスクイズね、思い切った作戦もするし、この勝負感ね、モヤのね、ダブルシール西武戦、あと、ソフトバンク戦か、足立がね、走ってモヤのダブルシール成功したりとかね、そういったこの外国人選手、日本人選手、いろんなね、レギュラー控え問わずね、あの時もツーランスクイズもね、後藤が回ってきたっていうところでね、いろんな選手のね、個性生かして、このタクトをね、振り切った。その中でも、僕はね、水本さん、広島からね、来た、オリンピックでね、一緒に行かせてもらいましたけど、水本さんのね、本当に存在はね、僕個人としては非常に大きかったんじゃないのかなっていうね、役割分担も含めて人間性、そして、指導力、このね、言うことは言うし、で、温かく見守ってくれるし、厳しい中でも温かみがあるっていうね、水本さんのね、コーチとしての存在っていうのは、オリックス優勝に向けては非常に大きかったようにね、佐々木個人的には思います。ということで、佐々木、そこをお送りしました。オリックスバファローズ。2021シーズンパリーグ優勝、25年ぶり優勝でございます。頑張れオリックス、日本一へ、おめでとう。プロスピバージョンでした。